はい、皆さんこんにちは、こんばんは、井上雅宏です。ニホ、今ですね、フィリピンに今日は来ております。フィリピンのここマニラかな、マニラ来てますね。めちゃくちゃいいホテルね、撮ってくださって、ホテルライフをちょっと楽しんでるんですけれどもなんで来たかっていうと、まあ、フィリピンでもちょっとイベントに呼ばれてまして、ゴーカイジャーに出てたキャプテンマーベラスこと小沢亮太君と一緒にちょっとイベントをねやっていくっていうことで、いや本当だからそこがすごい楽しみで、どんなイベントになるのかっていうのをまたね追っていけたらいいなというふうに思いますし、今日ねちょっとご飯これから行くんですけれども、ちょっとご飯食べながらちょっとキャプテンマーベラスことね小沢亮太君名前長えな、キャプテンマーベラスこと小沢亮太君と、まあ、ちょっとねご飯食べて、まあ、少しね久々なんで会うのも、まあ、いろいろとちょっと募る話をね話していけたらいいなというふうにも思っております。レッツゴー。じゃあちょっと俺お先にいただいちゃおうかな。お先にいただきます。おいしいの？全然甘くない。よかったよかった、うん、なんか買ったの？何も買わなかった。買えてないから買えなかった。買えるところがめっちゃ渋滞してた。ああ。じゃあもう本当見に行っただけだ。そう、フィリピンでの仕事はもう初めて。初めて。じゃあフィリピンのファンの人たちに会うのももちろん初めて。ドキドキするよね。分かんないよね。5人とかだったらどうしよう、お客さん。そしたらハイタッチする。そうね、全員にハグして帰ろう。歌とかだったら盛り上がるよ、絶対。楽しみだな。変身ポーズするんでしょ。するんでしょ。公開チェンジ。マサのどんなんだ。結構単純だったよ、ね、俺結構単純。単純だよね。もうこんな。懐かしいな。ヒーロー対戦だってなんかアクションしたもんね、ちょっとだけ。さ、めっちゃ覚えてんのが、一緒に戦って組み合ってる姿勢を写真撮ってくださいみたいな、うん、あったあれすごい覚えてて。あ、確かにこんなの。そうで、こんなあったこの作品は気持ちよかったよ。仮面ライダーと触れ合うことないじゃん、基本。ない。同じようなジャンルのさ、テーマだから。そう、キャラクターというか、そのコラボっていうので当時盛り上がったよね、うん、本当に。確かにすごかったな。すごかったよ、あれからだって続いたもんね。対戦系うちらが最初だもん、うん、最初って気持ちいいよ。確かに、だってずっと最初だよ。はい、おはよう。現在、まあ、朝の7時で、今ねちょっとリハーサルに向かってます。わあ、ここが会場？すごい、なんかちょっと意外ですね。ショッピングモールの中に幕張メッセみたいなところがありますね。ねえ見て、バチバチに日本の戦隊ですね。マスクマン、だいぶ昔の戦隊ですけど、多分人気があるんでしょうね。すごい。で、今回イベントもするんですけど、何曲かまた歌わせてもらうんで、そのリハーサルをするんですけど、フィリピンでどうやらなんかボルテス5っていうのがめちゃくちゃ人気みたいで、なんか視聴率 58% ぐらい叩き出した作品みたい で、それが最近2022年にリメイクもされて、またなんかもうフィリピンで独自でボルテス5が新しい作品として作られてるみたいな感じらしいんですよ。なんでボルテス5のオープニングをひたすら飛行機の中で聞いてきたんで、それを歌います。はい、果たしてそのボルテス5のオープニングを歌ったら盛り上がるかどうかっていうのもちょっと検証していきたいなと思ってます。ってことでリハーサル行ってきます。ジサリス、まあ、急遽オープニングを流してもらうことにしました。ちょっとフィリピンの人に知ってもらいたいんで、リハーサル終わったんで帰ります。めっちゃ喋ると思ってる。ちょっと会場行った時になんか一人一人の熱量がちょっとね、すごいよね。なんか常人の3倍ぐらいの声を、いやーみたいな。質が高い。あ、すごい。え、これ着るの？そう。
あれは着ないと思うよ。え、マジ？え、ちょっとたまに着るぐらいじゃん。ちょっと見ていい？うん、たまに着るぐらい。うわ。え、あ、プレバンで出てるんだ。豪快チェンジ。よく覚えてる。よく覚えてる。いや、豪快者だけなんか覚えてる。まあ一緒にやったしね。一緒にやったし。当時ディケイドの時は真剣者だったんだけど、うん、真剣者よりも豪快者の方が覚えてる。なんでだよ。まあでもあれは珍しいもんね、なんか一緒に。来てみて。俺ちょっと見たいわ。お、思い出した？本物だ。思い出した。いや、本物だじゃないよ。あともう変身ポーズはもうあれ来たらやるしかない。もうやるしかないね、確かに。でも一緒にやらないと。いや、当時も一緒にやったな。やったね。あー懐かしい。これステージらしいです。え？いってらっしゃいませ。CSM ピンじゃない、マゼンタだ。今はマベちゃん、小沢くんがステージです。多分今みんなキャプテンマーベラスのことに釘付けだから、僕がこの辺出ても多分大丈夫気が。ちょっとこの辺のブースの何を売ってるかっていうのをね、ちょっと調査してみます。おお、結構こういう、あ、ジオいる。ジオいます。すごい。わ、ベルト。これベルトは展示かな。これは売ってるんじゃなくて展示してますね。これ大丈夫かっていう売り物があったんで、ちょっとまあ見ていきますけど、これすごない？ヘルメット売ってますよね。これさ、いくらか聞いてくんない？これいくらで売ってるの？わかんない、どうぞ。7000ペソです。7000ペソって日本円でどれくらい？7000ペソって今1万6000ぐらい。1万6000。いや、これ1万6000が1万5000。1万5000ぐらい。こんだけ手間かかってて1万5000はなかなか安いですね。ってことで、ちょっとマーベラスのイベントしてるんで、変身しろコール、すごい。多分一番盛り上がるところですね。多分トークショーやってて、多分みんな変身見たいと思う。変身変身変身。アメリカ勢、すごい。なかなかすごかったですね。多分変身あるあるなんですけど、変身ポーズやるとセリフがマイクを通れないっていう、まあ、罠があるんで、豪快チェンジ多分言ってると思うんですけど、豪快チェンジマイク入ってなかったから、なんかシュールな感じになってましたね。いやー、すごかったわ。これがちょっとフィリピンでの特撮の、まあ、イベント、まあ、大体こんな感じでやってるみたいな感じですね。ジサリスカード。お、すごい。It's my present? Yeah, it's yours. Thank you. すげえ、ジサリスのカード。誰か作ると思ったけど。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした？一発目は緊張するよ、やっぱり。マジ？うん。なんか全然緊張せずにやってたイメージだけど。意外となんか座るかと思ってたの。ああ。ステージでね。はいはいはい。ずっと立ってたから。だってなんか結構人数多くなかった、しかも。多かった。めっちゃいてくれてびっくりした。もう安心していけるよ。俺。特攻したから。お疲れ様です。いや、マスター楽しみだね。なんか熱気すごくなかった？うん、すごい。豪快チェンジやってた時もわーだったね。いや、本当に何のゲームもないのに今日。いや、かっこよかった。しかもなんかちゃんとおもちゃも、ね、そう、持ってきてくれて、誰かが持ってきてくれて、誰かが持ってきたやつを変身してくれって言って、俺鍵で変身するんだけどさ、鍵刺さなくてずっと。なんかさ最初どういうポーズ？これでこうやって出すんですよ。はいはいはい、はい、出してこうやって鍵を刺すの、はい、で刺さなくてずっとこうやってよっしゃって本当は変身しない予定だったんだよ、一緒にするから。確かに。でもなんかみんなが煽ってきて、でもあんちゃんに変身変身だって言って、あんちゃんにゴー言われたから、はい、あ、OK ってやってまたやればいいんじゃん、2人で。まあこの流れ多分僕の時もそう来るよね、来る感じで。でも温めたから大丈夫だと思う。もういやもう最高潮だって、温めたところだ。最高潮。すごかったよ。本当に温かい人たちに助けられた。次俺か。井上雅宏です。よろしくお願いします。
え、シサリス知ってる人どれぐらいいますか？Alam niyo daw yung G-Sabis. え、本当に嬉しい。あの、僕今その YouTube で特撮ドラマを作っていて、それを皆さん見てくれてるっていうことですごいちょっと今感激してます。ジサリス続編を作ることが決定しました。このジサリス2を公開に向けて今頑張ってます。その時はジサリス2公開されたら皆さんぜひ見ていただければなと思います。よろしくお願いします。変身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 なんかいけちゃう。じゃあ仮面ライダーディケイドの変身をやってみましょうかね。今日はみんなこのイベントに来てくれてありがとう。通りすがりの仮面ライダーだ、覚えておけ。変身。の仮面ライダーだ、覚えておけ。変身。Thank you. Bye bye. Bye bye.